なんか流行りの子が全体的に多かったからしっかり音楽聴いて出てこないとこっちも音楽聴いてるからなんかちょっとずれてるなとかそこでまたミュージカル音楽聴いてないなとかそういうの見えちゃったんでなんか練習方法とか最近ジャッジしてて聞かれるんですけどかそういうのは一人一人あると思うのでまたなんか聞きたいことあったら全然終わったら聞いてくださいで、いいなって思った子は何人かいるんですけど、ほまれちゃん、はい、ほまれさん、あとはるきさん、しょうきさん、あおいさん、あとしゅうさん、あとふうがさんがめっちゃなんか突き刺さったっていうか、めっちゃ覚えてるダンスを、まあだからその人たちです。で個人賞ははるきちゃん、ヒップホップの。なんかめっちゃ同じメールヒップホッパーとしてなんかこれからも頑張るしなって思ってめっちゃ良かったです。はい、ありがとうございました。はるきちゃんがポジション、はい、さあ、それでは皆さんお願いします。お疲れ様です。なんかそうですね、なんかキッズ多分多めな感じやったんですけど、キッズとは思えないぐらいのみんなスキルとかいろいろ見させてもらった中でめっちゃいいやって思う子もいたし、うまい、単純にうまいなって感じる子が多くてすごい自分の勉強になりました。で、なんかやみきちゃんが聞いてたんですけど、やっぱジャッジも音聞いてるし、その踊ってる子も音聞きながら踊ってると思うんですけど、それはすごい私も思っていて、やっぱ知ってる曲とかが流れたりすると、あ、ジャッジも見てる側も多分自分の中でこの曲はこう踊りたいとか聞こえてくる音があって、それに対して、うん、踊りでどこを踊るかっていうのが、まあ、なんか知ってる側と踊ってる側のその撮りたい音とかがこう合致した時にわーってこうすごい伝わってくるっていうか、何をグッてくるものが多分あると思ってて、それがすごい一致してる子とかが上がっていってるかなっていう印象でした。でもめっちゃほんまにすごい言いまくるばっかで悩むことがあって、私もハイフツとか3名上げさせてもらったんですけど、ハイフツで上げさせてもらった3名とかもめちゃくちゃ良くて、結構何人かいいなって思ったダンサーの子がいたんで、あとでまたなんか個人的に声かけたりしようかなとか思ってるんで、なんかあれば終わってから声かけてもらえたらと思います。で、個人賞はしゅうちゃんです。なんかすごい見てて、ごめんねごめんね、めっちゃ好きでした。個人的に踊りとか、あとなんかハッピーオーラ、すごいダンス好きなんやろうなって伝わってきたんで、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。では最後はカネさん、お願いします。お疲れ様です。もう結構ポチャリが喋ってくれたんで同じ感じで、今日見てたから全然敷居低い、敷居が低いって感じじゃなくて、もうほんまに悩みに悩んで、どうするどうするどうする私みたいな感じで、で今日は優勝もちろんポイントやけど、もちろん1回戦で負けた方も優勝できるぐらいの勢いだったと思います。本当にだから今日はたまたまやっぱり曲とジャッジと自分のコンディションが一番だった人が優勝してるだけで、なんか負けた人たちも別にちょっとダメってわけでもないし、たまたま今日は素晴らしかったってだけで、全然困らなくて大丈夫です。めっちゃ甘くてで、2人も言ってくれたんやけど、やっぱスキルがあったとしても、できることがあるとしても、アクロバットができるとか、やっぱりそれは武器やけど、ただそれだけをやるんじゃなくて、曲をインプットして、例えば一番盛り上がるときにそれをやろうとか勝手にできるから、
入れたら入れたらとかじゃなくて、一番いいタイミングで、一番見せたいタイミングで見せてくれた方がやっぱりおおってこっちになるし、曲が入ってこうちゃんと曲を感じて動いてる人の方がすごい足のステップやってるって人たちよりもこっちはみたいな感じになるんで、それが一番予選の時から見ててドッて食らったのが福岡君ポジションです。はい、ありがとうございます。ジャッジ3名のですね、皆様へのコメントと個人賞でした。さあここで、DJ さん DJ 賞ですね。音楽ずっとかけてくれてて、皆さんのね結構隣の人がグーッていろいろなってる中、皆さんのジャージだったり服装だったり踊りのスタイルをこう頭の中に入れつつ、どんな曲かなっていう何千何万何十万ある曲の中から曲をやってくれて、気持ちよくみんな踊れるっていうね、そんなと大変な役割をしてくれてる DJ さんですね。はい、お願いします。1回戦で負けた子にあげようかなって思って、ほうほうほう、なんか上手いとかよりもちょっとこう芸なライブスなのそうですね、将来の期待ということで、結構ね、悩んだんですけど、レナちゃんって言います。レナちゃん、星マーク、星レナ、レナ星、お、レナちゃん、あ、おめでとうございます。一番向こうも結構見て、おええやんって思っていましたね。あの、バトル練習ソースの CD あげます。なので、頑張ってください。はい、レナちゃん、こちらにどうぞ。瀬戸さんの方からね。よいしょ。はい。セレクトしてくれるんですか？R&B の前に R&B、 おー、このこうしっとり踊るというねメッセージですというところが、おってなった、そのおってなった瀬戸さん自身を分析すると、どういうところに瀬戸さんはこうおってなったのか、瀬戸さんのおってなったポイントというか、おってなったポイントが俺の、はい、だそうです。だからこのメナちゃんをおってなったみたいですか。緊張してると思うんですけど、はいはい、なんかすごい自分の体の上にそこまで、なるほど、緊張してる中でもそれでも目いっぱい戻ろうというそのハードルを超えた瞬間、気持ちが上げた瞬間が気持ちのステージに刺さりました。皆さんおめでとう、はい、ありがとうございます。僕は最後本当にね、あのおまけみたいな恐縮なんですよ、私からもちょっとご覧ください。今日ね、あのジャッジの皆さん、もう本当に言ってもらったようにダンスに関してはそれを皆さんご参考になさってください。ちょっと感じるとかあったと思いますしね、音楽でいう DJ さんからもなんかこうバイブスの部分とかあったと思うんですけれども、まあ、そもそものところでこう指揮弾くみたいなところのコンセプトで楽しんでいただければいいのかなというふうに思います。なんで勝った負けたはもちろん私嬉しい悔しいあると思うんですけど、そもそもなんでダンスしてるんだっけとか、なんでできてるんだっけみたいなところを考えてもらって、で子供たちだったり、だったら家族の皆さん、お父さんお母さんが応援してくれる、ついに来てくれたりだとか、あるいは多分保護者目線でも子供の一緒に踊ってる姿とか成長が見れてすごいハッピーだと思います。そこにもう勝ち負けの言われてるところないレベルなのかなって思います。で、今日いっぱい友達もいると思うんですよね。で、その中で指揮引くというところのコンセプトで言いますと、ぜひともこれを聞くとバトルに出てほしいっていうところを感じました。で、友達と来たら敷居って感じに低くなりますよね。会場に来たらみんな友達がいてワイワイもできて楽しい、その中で一人とか二人で来るのって大変だよねというところで、そういう心のハードル、まずもうバトルに立ち負けの以前にバトルに出るとか人前で踊るっていう、これすごいことなので、ここを乗り越えてくれた皆さんに本当はお渡したいですけれども、まあ、皆さんにあげるっていうことは、できないので、そんな中で、決めたいと思いました。たつき、たつきね、あのもちろんみんなも踊ってほしいけど、一発目こう出れないと思ったけど、そっから一回出れないモードになってから
よしやったろっていうところの心の入れ方とね、B ボーイでかなりかましてたやろ一発目。なのでたつきと、その一緒に来てくれたお母さんかな、お母さんの2人で送りたいと思います。ありがとうございます。もちろんダンス込みでですよ、そういうハードル超えたところと、それよりもちょかましてくれや実はみたいな、そこのサプライズ込みでお送りさせていただきました。はい、さあそれではですね、これで、以上でよかったかな、以上となります。